はい、サブちゃんです。ということで、年末じゃない、今年初めての、撮影サブチャンネル編です。はい、始まりました。今年もついに、もう年明けてもう何日か経っているんですけど、今年初めての撮影ということでね、今撮影に臨んでいます。今年初めてのって言っても、この1個前にね、メインチャンネルの撮影1本ね済ませているんですけど、その撮影が終わってちょっとサブチャンネルの方も撮っておこうかなということで、そう、今カメラを回しております。はい、ということでね、明けましたね、年がね。年末の方に撮影していた動画で、で多分ね、その動画が編集されて、でそれが1本目でサブチャン上がってると思うんですけど、まあ、撮影自体はね、これが初めてということで、うん、で今年ね、最初何の話していこうかなって思うんですけどでも笑っちゃってるんですけど、今回の話はミステリー小説と全く関係がないっていうテーマを選びましたね。ミステリー文学の本棚英語部の活動報告ということで、はい、英語部のね、活動ですね。はい、まあ、いつからね、部活になってたんだよと、英語部って何って思われた方いらっしゃると思うんですけど、そうやってね、思われた方いると思うんですけど、これはね、もう完全に思いつきで、はい、年始のね、思いつきでちょっと今語っていて、以前のサブチャン動画で読書好きの今のマイブームお話しますみたいな動画を確かね、アップしていると思って、でその中でマイブーム語学学習ですみたいなことを言ってた回が確かあるんですよね。でその動画を見ていただければわかると思うんですけど、そう、英語をね、勉強して、でそれがね、ちょっと楽しいみたいな内容になっていて、うん、であれ以来ね、じゃあ英語どうなってるのっていうところをちょっと気になる方もいるかなと思って、で話してみようかなと、うん、せっかくだしね、なんか年始って いろんなね、こう振り返りとかね、目標とか立てたりとかね、そんな感じでお話しするのちょうどいいタイミングかなと思って、はい、その英語の話ですね。あの動画出してから結構そのコメント欄でもこういうのありますよとか、そう、英語の勉強だとこんな感じのがありますよとか、あとはリプとかでもね、結構いろいろね、いただくことがあって、なんかこんな本あるんだとか、そう、いろいろね、面白かったんですよね。そう、アガサ・クリスティの作品をこう英語で書かれていて、でそれをね、日本語訳と一緒に読んでいくみたいな、まあ、そういった感じの英語の本とかもあったりとかして、わー、すごいいいじゃんと思って、年末のミステリーランキングとか予想とかあって、この辺はね、読書をすごい頑張ろうと思ってたくさん本読んでたので、そこら辺はね、ほぼできてなかったんですけど、でその動画が落ち着いて、で割とね、時間に少しだけ余裕ができたなっていう時に、またね、英語を少しずつ読み始めていて、なのですごくね、飛び飛びにやってました。はい、なんか気がついた時とか思い出した時に、あ、今ちょっと英語の勉強しようかなみたいな、そう、勉強とは言わず、ちょっと英語の動画見てみようかなとか、その程度をちょこちょこ続けていってるって感じですね。すごく昔にもやっていて、で年末また始めてみようと思って再開したものがあるんですけど、簡単な英語のやつを100万語読むっていうやつ、すごいね、曖昧にお伝えしてしまうんですけど、英語の勉強がしたいっていうよりも、こう外国語で書かれたミステリー小説を読めるようになりたいっていう目的があってやっているので、何かね、物語を読むとか文章を読むとか、まあ、そういったものをね、やりながら読んでいくとすごいいいんじゃないかなっていうことで、それを始めています。英語の読み物を100万語読むと結構読めるようになっていくよみたいな、まあ、そういったものがあるらしく、でそういった教材がね、あるんですよね、まあ、オックスフォードなんとかとかね、いろいろあるんですけど、その中でも今マクミラン・リーダーズっていうのを読んでいて、で本当にもう最初の方だから、ネイティブっていうと小学生とかが読むようなものとか、小学校に入る前ぐらいの年齢の、まあ、ちっちゃい子が読むようなぐらいのレベルのやつから始まっていくんですけど、レベル分けされていて1,2,3,4 みたいな感じになっていて、その1をね、読んでますね。はい、スラスラって読めるかなと思いきや、ちょっとね、あれなんだろう、この単語みたいな、そういうのも混ざっていたりとかして、そう、これなんか理系あるあるかなって思うんですけど、まあね、もしかしたら理系も文系もないと思うんですけど、卒業論文を書こうとか修士論文を書こうってなった時に、自分の研究をするためにはその分野の論文をね、大量に読まないといけないっていう、そういうのがあって、なので大学院とかのその学生でね、研究してた時は論文とかすごい読んでたから、その分野の英語だけはなんか分かるみたいな、
その狭い分野のそのそこで使われている英語とかで書かれているものとかは、これはなんかこういうことが書いてあるんだなみたいな、そういうのは分かるんですけど、その英文から外れてしまうと途端にこう読めなくなってくるっていう、なんかそういうあるあるがあって、そう Kindle とかでそれこそあの、ね、今好きで読んでいる M.W. クレイブンのワシントンポーシリーズとか、要所で買ったりとかするんですけど、そう電子書籍でねシリーズ作品ちょこちょこ集めていて、日本語でも読んでいるし、じゃあ読めるかなと思ってそれも読んでみようと思って読むんですけど、もう読めないっていうそう、いやなんか物語になると途端に英文って難しくなるなっていうのをすごく感じてて、また小説は小説でそういったね感じの英語になっているんだろうなと思って、少しずつねものすごい簡単なところからまた読んでいって、ちょっとずつレベルを上げながら100万語読み終えた頃にはミステリー小説を読めるようになっているのではないかと、そうちょっとずつでもね読めるようになっていけたらなということで、そんなことを今始めています。はい、ということで、まあ、2023年度のね、ミステリー文学の本棚英語部の活動としては、そのマクミランリーダーズとかまあいろいろあるんですけど、そういったものでまず、100万語に一歩でも近づけるようにちょっとずつ積み上げていくっていうね、はい、今少しずつね記録取っていて、多分まだね1万語もね読めてない感じだと思うんですけど、今数千語はね読んでると思うので、はい、こういうのをねコツコツと続けていきたいなと思います。まあ英語もいいけど、こう北欧の方のね言語とかもちょっとやってみたいなと思ってて、今年もねちょっとずつでもね勉強できたらなって思ってますね。はい、そんな感じですね、目標は。というわけで英語部の活動報告と今年の目標でした。皆さんも、英語部入りたいよと英語部入りたいよって言っても、別にねなんか部活動の活動がねあるかっていうと何もないんですけど、そうミステリー小説を読んだり動画を作ったりとか、まあ、こういったね撮影をしながら、まあ、その合間とかでちょこちょことね英語の勉強は続けていこうと思いますので、同じく洋書読みたくて今年は英語ちょっと本腰入れて勉強してみたいと思ってますみたいな方いたら、ぜひねこのコメント欄に英語部入部しますみたいな、なんかね別に何もないですけど、まあ、そういったことを書いていただけると、このなんだろう勉強をするモチベーションになりますので、ぜひですねたくさんのコメントお待ちしております。はい、合わせてですね、そう結構洋書読んでいて、この洋書読みやすいですよとか、こういうところから始めていったらどうですかみたいな、そういったねコメントもぜひですねお待ちしております。よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。